さあ今回は前回の動画に引き続き夏の公式戦をプレイしていくからね。次は夏の県大会準々決勝ですよ。まあ、過去2年間ずっとここで負け続けてきてる。この先の景色っていうのをまだ一度も見たことがないからね。ただ今年は違うような気がします。なぜなら前評判 A の強豪チームを私ピーマンは破ったからね。まあでも実力で勝ったわけではないからね。あの魔物のコマンドありきで勝ってるので、まあ、実力40、魔物60的なね。それくらいの割合ですけど。ただ、使えるものを使って勝つっていうのは、それは戦略ですからね。この準々決勝も同じですよ。また魔物使って勝つもよし、実力で勝つもよしですから。まあ、とにかくもう勝ちましょう。今日の注目戦、白石関の志賀。まあ、ここはもうキャプテンで能力の高い志賀ですね。お前に決めた。まあ、今大会はそんな活躍してくれてないけどね。で、相手のオーダーはこのようになってます。まあ、相手は一回戦ってる相手。1年目の秋にね。ほんで、ボコボコにやられてるんですよ。1年目の秋のリベンジをここで果たしましょう。相手は宇和実業。前とは違うぞ。覚えとけ。まあ、でも相手もそこそこ強かったはずだよ、これ。B くらいあるんじゃないかな、戦力。まあでもそこまででもないよね。まあ、ほんと前回のあのチーム倒してるんだから、もうビビる必要なんてないんですよ。たかが C にね。やろうよ、頼むよ。まあ1打席目ということもあるんで、これ積極的に、そして一発狙いのバッティングで当てに行くよりかは、やっぱ自慢のミート力とパワーを生かして、そうそれでいい。うおい、で結果相手のファインプレーに阻止されたけど、まあまあまあいいでしょう。ほんで1点取ったのはこっちですよ。やっぱ勢いがあるからね、これ確実に勝てるよ。この戦いも小林もいいんだよな、このエースのね、今投げてる小林。あいつはね、その前の練習試合とかで結構打たれてたのよ。練習試合でこんな打たれるやつ、試合で使いたくねえよ、本番で使いたくねえよと思ってた。本番に入ったらめっちゃいいピッチングしてくれてるっていうね。おい、で試合は一気に6回まで流れたね。テンポ良すぎでしょ。まあ、ここまでこっちは1点しか取れてないですから、ちょっとね、なんとかしてもっと取っていかないと。でね、魔物系の持ってる選手っていうのは、これ6番の松浦という選手が持ってるので、ここ4が出塁して、次の4番5番も出塁すれば、ランナー満塁とかで使えるからね。そうなったらかなりビッグイニングになると思うが。なあ、でも出塁ができへんなあ。淡々とアウトを量産してるね。で、一気に9回まで流れた。なんだこのテンポの良すぎる栄冠ナイン。初めてだよ。ピンチ一度もなくね。小林やばくねえか。相手2安打しか許してないからね。またこちらもあの1点取っててよかったね。初めてこのテンポの良さ。はあ、いやいや、もうここはちょっと投手交代です。いやー、でもどうしようかな。いやっぱ帰るわ。はあ、もう十分な仕事はしてくれたので、完封完投にこだわりはないんでね。まあ、いつも通りここはクローザーの石黒、そしてライトに山上を守備につかせればいいでしょう。確実に勝ちに行くのならば、ここまで育ててきた絶対的守護神石黒に任せるのがいいと思うわ。いや、これ揺さぶるですね。相手全体の調子を下げますから、これでね、なおさら打てなくなったんで、初の準々決勝突破なるか。あと3つのアウトね。ただ1点差なので、そこはね、かなりプレッシャーもあるし、不安もあるし、クソも漏れそうだし、ゲロも吐きそうだし、目から血も出てるし、ボロボロやで俺はね。まあ、でも一つのアウト取ってくれた。このボロボロの中よくやったよ。やってる俺がボロボロじゃなくて、見てる俺がボロボロっていうね。もう勝つよ、本当に勝つ準備してんだ。お前らのお母さん方がよ、いろいろとジュースやらお菓子やら買ってんだよ。もう宴会開く予定なんだよ。そんな準備してんの負けたらよ、お前どうすんねん。お母様方のこと考えろよ。さあ、これはショートゴロで2アウト。さあ、初の準々決勝突破まであと1つのアウト。低め中心、もう最後までこれに。とにかくこの石黒の球は速いし力もある。だから低めに投げときゃ抑えれる。それはが数字を示してるでしょ。 0.82。 セカンドが取って、よーい、準々決勝突破。そしてテンポのいい勝ち方っていうね、5分経ってないですからね。こんなテンポの良さを感じたのはちょっと栄冠ないんで初めてですね。チャンスが来たらピンチが来る。
ていうのがね、一つの決まりというか、そんなあるんですけど、こんなこともあるんだね、本当に。まあ、こういう試合展開になったのは、やはり先発の小林がピンチを作らなかったからでしょうね。すごいよこれ、8回投げての2安打、まあ、フォアボールは3四球と多いですけども、ただ出塁は全体で5しか許してないからね、8回までに。そらピンチないわけだわ。で、打ってはね、この点を取ったのは白石ですね。2回の攻撃です。先頭バッター菅原は三振も、その後大賀、松浦が続き、ほんで白石のタイムリーで取り、その後は全く取れるチャンスない。5回以降なんて出塁もできてないからね、本当にこんな珍しいゲームもあるんだ。ただ秋のリベンジも果たし、準々決勝も突破したからね、残るは準決勝と決勝ですよ。どこまでいけるピーマン高校、今年は違うということをもうお見せすることはしたよ。ただじゃあ準々決勝勝ったから終えていいの、なわけないじゃん。ここまで来たらもう次の景色拝んで、そのまた次拝むしかないでしょう。あ、で今の勝利で通算15勝目なんだね。ポイントね、3100ポイントありますから、やっぱ機材っていうのは揃えておいた方がいいでしょうね。まずは安いものからね、1000円で買えるもの、ノックバット交換券、イエスさん、これを購入しておくとですね、合宿にも行けるからね。練習っていうのはね、あの特殊能力を得るために必要なものなんで、普通の的交換券とか、うん、これも購入、イエス。ムニムニボール交換券、意味深だね。なんだムニムニって、まあようわからんが、もう十分です、イエスさん。そしてね、これちょっと OB も来てるので OB の力も借りようよ。なんか差し入れ持ってきてくれたでしょうね。で、小林のカーブの変化量がここに来て上がるからね、さらにいいピッチングしてくれるようになったでしょう。期待できるわー。で、何くれる？お褒めの言葉。いや怖えよ、そんな本持ってくんなよお前、このタイミングで何勧誘しようとしとんねん、恐ろしいな。さあ今日は準決勝だからね、まあ、もちろんもうこっから先の景色というのは全てが初ですから、初見ですよ。今日勝ったら決勝への進出が決まるっす。頑張りましょう。今日の注目選手は小林、森泉、志賀。いやもうここピッチャーの小林ですね。君に決めた。まあそんなピンチ作ることもないだろうけどね。まあ相手のレベルがちょっと戦力的にわからないので、ちょっとわかりませんけども。はい。もう今日は帰ることはなく。行こう、やろう。絶対勝とう。よし、いけるいけるいける。すんごいいける気してるわ。お、鬼北実業高校との対決ですね。これ過去なんか対決してそんな強くなかったチームだと思うんだけど、どうだろうか。初めてではないよね。おい、で C ランクですからね。弱い弱い弱い。いけるいける、やれる、勝てる。でもいきなりノーアウト一塁。お前さっきいいピッチングしてくれたやんけ。ここで捕まるのはなしだぞ。いやもう緩急重視で、とりあえずレベルの数字の高いコマンドっていうのをひたすら使うよね。まあ、能力のある選手で信頼度もあるからね、基本なんかもうプレイヤーが指示出すよりかはもう選手に全部任しておいた方がいいんだけどね。任した結果のやっぱさっきあれですからね。うーん、ここはセカンドアウトできないね。進塁されたかちょっと嫌ですね。先制点取られるとうちはちょっとそのまま主導権握られるパターンが多いので、これはちょっとまずいね、初回から。まあでもこの場合もう1点は割り切るしかないと思うよ、うん、1点を防ぎに行くというよりかはね、ゲッツーシフトにしておいて、まあ、1点やってもいいからそれ以上の痛手を負うなよと。まあ取れる能力のある選手っていうのは多いですから。お、でもここは内野フライで、イエーイ、2アウト、いける、無失点でいける、やれる、勝てる。もう定位置だね、ここは。変に守備は敷かずに。で、ここも低め中心。このコマンドが強い。いや、もうゼロでいけるんだったらゼロで切り抜けてほしいけどね、ここまで来たら。1点はいいとは思っていたけど。もう2アウトですからね。絶対抑えてほしいわ。やっさ。いいよ、いいよ。打たれる気配ないよ。ランナー2人許しとるけどね。よっしゃーい、まず1回は石黒が取ってゼロ。ただ打線が点取れんな。またノーアウトランナー1塁だし、耐え時だぞ。ゲッツーシフトにして、今日はランナー背負うわ。まあでも背負って抑えて勝つんだ。このスラーブがいいな。さっきやっぱ変化量上がってるからね。さっき以上にやっぱ抑える率っていうのが上がってる。またそれ以外も持ってる選手ですからね。落ちる方向の変化球だったり、このパームだね。パーム投げる高校球児って何者やねん。プロでも見んぞ。
うそーん、ここで、いやいやいや、やってほしくないよ。また相手左が並んでるんだよな、ここでピッチャー。バントとかもあるんじゃないのこれ。バント全くしてこないけどね。やつはちょっと違うな。まだ使うところじゃない。ゲッツーシフト押しとこうか。バントはないっすね。まあ、わかんない。ストライクカウントが増えたらしてくるのかもしれないけど、まあ、それならノーストライクからやるでしょ普通はね。ああ、パーム連投、ここも最後パームでいいっしょこれ。最後スライダーボール判定かい。意味わからん、厳しすぎね。ここでバントで、これはフェアゾーンに残る。うわー、意表つかれてランナー満塁。それはないだろう、そのカウントから。いや、もうここで威圧使うはちょっと早いけど。いや、もう1点はいいです、ここもね。1点はいいので切り抜けてどうぞ。いや、もう任せる任せる、威圧感ついてるので。ちょっと予想外なこと、トリッキーなことしてきたね。打ち上げて、内野フライ、インフィールドフライね。まずアウト1つは確定だ。はい、オッケー。まあ、この後だよね。威圧感もう使っちゃったんで、あれ、1打席限定だからね。ここからはどうするか。いや、ここもゲッツーシフトで、やっぱ基本低めにつけばいいんじゃない。低め打たして、ゴロ打たしたい。ゲッツー取って。それが理想だけどね。また8番というところなので、そんな強力でもないので。いやー、もう何をしているんだ、ここでお前。フォアボールとか勘弁しろよ。いや、それはあかんわ。もうそれならもうど真ん中失投投げてホームランの方がまだマシなレベルだわ。フォアボールはあかん。試合ぶち壊しにするつもりかお前。伝令、高校チーム、これでコントロールアップ、これで良くなるはず。花からやっときゃよかったこれ。まずは三塁牽制、ちょっともう1点で切り抜けてよマジな話。よし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 、相手の打ちミスに助けられてるけどね。ストライクゾーンに投げればこういうことが起きますから、逆にボール行くとね、もう、振ってくれないので、とにかくボールを投げてくれんな。よしよしよし。もう、この1点はしゃあないです。いつかやるであろう1点をここでやっただけの話だ。その前にやっててもおかしくなかったんだから、打線が取れ。ここまでゼロで抑えられてるけどね。ようやくヒット1本出て、ワンアウトランナー1塁2塁で、また大賀、究極の思考、考えてみて。流し打ちで、最低でも進塁打やってほしい。流して、打球は、あー、ここまでか。ほんで、三塁にもタッチアップでいけねえし、足の遅さもあってね。うわー、ここで地方球場の魔物持ってるやついるんですけど、これ4回2アウト。場面考えれば使うものではないですね。もう使わずに残しておきましょう。なんとか自力で点取ってくれ。これがあるのでね、うちにはね。準決勝の舞台もこれを使えばいいでしょう。またこいつもいいパスピッチかい。どいつもこいつもなんやねん。今のトレンドは超スローボールなんか。はい、今この打球は頭越えない。さあ取るぞ。ここまで1安打しか打ててないが、おいで、2アウトランナー1塁2塁で、これね、次のバッターがあの6番なんだよね。うーん、でこれはね、繋いでほしい。ただ2アウトなんでお任せでいこう。またいいファスピッチ。またうちの打線この超スローボール弱いからね。過去ね、超スローボール投げるやつめちゃくちゃ当たってる。今大会でも2度目ですよ。ただ打ててないんでね、抑えられてるんで。ここも打てずに、これちょっとね、次のイニング6番松浦から始まるんで、頭からプレーさせてほしいね。これね、7回ラッキーセブンなんだから、節目だよ。うわ、またランナーいるし。いや、もうちょっと小林ここまでですね、よくやってくれた。もうさすがにこれ以上引っ張るのは無理だ。平井君、天性プロのね。ノーアウトランナー見る、ワッツは盗塁決められてんじゃねえか。お前何してんねん、ボケお前ボケ。変えた意味ねえじゃんこれならね。え、何してんねんマジで、腹立つわ。第2球抑えろよ、簡単に2ストライク、当たり前の話だろ。第3球は愛三振、当たり前だよ、絶対許すな。4番のとこに代打を送ってくる。それも1年生っていうね、国本さん、名前がなんか豪快だね。背負ってるね、いろんなものを。ただの平井が勝てるか。平民がよ、国見よう。うわっ、いかない、いかない、センター取れ、センター取れ。いや、もう守備能力が低いからこういうことになるんだよね。あんだけの滞空期間ありながら追いつけないんかい。
もうこの試合負けのことは考えたくないけど、負けたら本当守備力重視で作るわ。もう打力いらん。もうこっからもう全部変えます。ミート力とかも上げん。これも抜けていく。ああ天聖プロが試合をぶち壊しする。まあ過去あったパターンですね、天聖プロの篠原だったりね。もう抑えてくれ頼むから、ほんとお前出現によって全部ぶち壊しじゃねえかよ。ほんでスクイズ決められて得点なし、もうぶざまな野球をしてくれるで。ほんとにお前なんやねん、ほんといらへんわ天聖プロ。こいつらが毎回邪魔してるんだからね。はい、やぶねえな。もう負の流れ始まってるよ。でワンアウトランナー一塁、ただこれね松浦じゃないのでね、バッターが打ち上げんなよ。もうなんやねん、そのカウントから打ちに行ってその結果って。もう平井もう1イニング行くんで変えません。打て命令だよ。はい、1、2塁間抜けていったね、命令に応えた。さあ2アウトランナー1塁2塁でバッター関野、つなげてほしいね、お祭り男。連打連打行く。でも2アウトですけどね、まあ、使っておきましょう。チーム全体の、ね、連打率が上がるので。ここから始まるよ、とにかくつなげろ。どうだ、よしいいよ、ランナー満塁。さあここで回るわ。森住アベレージヒッター持ちだからね。うわでもこの選手のアイコンが低いな。まあミート対応ですね、ここは。本音流しでアベレージヒッター持っているところを見せてくれ。なぜかミート力エクのお前にアベレージヒッターがついたんだ。動いて抜けていく、よっしゃー、はい、これで1点返した。ほんでまだ満塁ですよ。いいよいいよいいよ。ここでキャプテンの志賀威圧しようか。あ、相手を威圧して、さあお任せです。もうここは全部お任せです。絶好調で威圧感ついてるやつに指示出す必要性なんてない。決めてどうぞ。よっしゃー、頭超える。で何人帰れる、全員帰れ全員帰れ、帰れるものは全部帰れ。もう一人帰れるだ、お前もう一人帰れ。いけるいけるいける、逆転成功、イエーイエーイエーイ。もう止まらないね、もう止まる必要ないね。俺たち勝った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 、絶対。いやまだ勝ちじゃないから、まだ勝ちじゃないから、もっと豪快に点取って勝ちを確実にしていこう。止めんな菅原、頼むよ。あーえらい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 えらないか。ほんでこれ8回の頭からプレイできたらまたさらに得点取れるチャンスになると思うんだよね。次回りますから。うわー、ほんでピンチ作ってるし、もうまたお前か、お前もうええねん、抑えろよもうそろそろ。本当にお前この4点取って負けたら許さんぞ。勝つ流れだよ今俺たち。漫画並みの光景ね、あの展開ですよねこれ。こっから負ける漫画なんて絶対売れへんから、お前。俺も見ねえし誰も見ねえよ、手に取ってくれねえぞ。はい三振、いいね。なんでここ最後はね、インコース球も速いし変化球も切れてるんでズバズバいけ。最終回は石黒がいるから8回はこの男で締めよう。OK、 もう追い込んでいます。第3球を投げた、そのスライダーもうちょっと投げろ。 2,3 球続けてもいいわ、フォアボール確保で投げてもいい。で詰まって落ちるのは一番嫌な世界の話だよ。はい、大賀が取って、残りは1イニング、3つのアウト取る前にこれ8回裏、松浦回るよ。来い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 、よし来た。ノーアウトランナー1塁、ちょうどバッター松浦、はい来ました。もう使うでしょ、使わないと地方球場の魔物。誰のために何のために全部俺のために行こう。はい、ここからもう野球が野球じゃなくなるからね。ここまでの大会で見切ってきた光景がここでも見れるでしょう。はい、いきなり抜けていく。まあそもそもこれはヒットだ、エラーでもなんでもない。ランナーは一塁三塁、つなげたね。さあ魔物の効果1イニング発揮されますからね。はいはいはい、畳みかけようぞ。当てろよお前、もう当てれば何かが起こる中でお前なんで当てもせえへんねん。当てて本当5点目取って、1点差じゃ不安すぎるから。絶対的な石黒がいるとはいえどですね、今日の石黒はちょっと調子が悪そうなんで。第3球を投げた、何が本当起こるか分かんない。俺たちが4点取って逆転したかのようね。当ててこれは、おいで弾いて、送球もそれたか、
まあアウトですが5点目は取れたんでね、いろいろ具だったな、魔物の力だよ。で左のとこ代打ですね、もういい仕事はしてくれたのでここで、でどうしよう、調子のいい山上をね、そのまま守備につかせる感じでね、トコン元気ですか、元気があればこの場面ですんごい打球を打って相手のエラーを誘うでしょうね。当ててエラ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 、よえーす、このエラーがある、そしてそのままランナーは帰って得点、当ててこれもはいポロって、送球はあー残念、まあこれ以上のエラーはなかったね、まあいいでしょう、勝つために得点必要な得点っていうのは取ったので、ここで先ほども言った通りも石黒くんですね、はい、でライトに山上、いつもの流れでいきましょう。でこの石黒の特殊コマンド揺さぶりをまだここまで使う、あれクセモノ What？ お前いいか、クセモノらしい、はい、クイックリリース丸緩急丸、まあいろいろついたんでね、うん、まあ何がついてくれてもいいよ、抑えてくれるんで、3つのアウト取って行こう、一度も行ったことない決勝の舞台へ、愛媛頂上決戦へね向かう準備はできている、あとはお前で締めるだけ、どうした、うわーなんてないぞ、なんもないぞ、なんでフォアボールなの、ちょっとさちょっとさ、確かに調子は悪いよ、調子は悪くても抑えてくれるピッチャーだと期待してるから任したの、分かって理解して俺のことね、俺はお前のことを理解してるからお前は俺のことを理解しろ、はい三振、完璧、カットボール、リベラ並みの球を持ってるからね、ジャンセンと言っておこうかな、ジェンセンか、どっちもいいや、それすらも超えてるカットボールを持ってんだ、アイクルリンパーカットボール全くタイミングも何も合ってないね、そんな空振り取れる球じゃないけど、うん、で力もあるから内野の頭を超えない、さああと一つ決勝に行く準備はできてる、最後は低め中心で行くぞ、やるぞ、よし打ち上げて誰が掴む、一塁滋賀が掴みゲーム、うおーっ落ち着いて冷静に野球はやるもんだ、オッケー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 、ああいうことっていうのは割かしある、気にすんだ、気にしたら負けだよ、はいはいはい、最後抑えて、どっちにしろ終わりは終わりだ、試合がこのまま俺たちの勝ちで終わるのは決まってるんだ、はいはいはい、オッケー、あとヒット2、イエーイ、あとヒット2、イエーイ、あとヒット2、はい打ち上げて次こそ終わりだね、ウィニングボールは石黒が掴みゲーム、せーっとちょっと事故はあったけども結果6対3準決勝を制しまして決勝進出を決めました、いきますよ決勝の舞台へ、まあ見事な逆転勝ちでですね、この試合も制すことができました、魔物の力発動する前にこれ自力で4点取ったからね、まあ、ここまではね動画の冒頭でも言った通り実力40魔物60の割合で勝ってきたんですよ、今日に関してはですね実力80魔物20でしょうね、本当に素晴らしかった、結局その4点で勝ってますからね、残る2点いらなかったくらいですよ、まあ、ちょっと最後不安な事故はあったけどもね、うん、信頼度も上がりまくり、小林がやばいね、もう本当にやばいよ、今もう家族並みの信頼度になってると思うわ、あもうこれから俺とお前一生生きていこうぜ、卒業してもお前ここにいていいから、で強豪校来たー、愛媛を代表する高校になってるよ、愛媛といえばあのピーマン高校、緑色の服を着いてるチームだとか言われてるんだろうね、ほんでグランドも土が黒土になりますからね、強豪になるとさらにグランドレベルも上がって能力も上がりますから、もうプラスしかないよ、決勝で戦う相手が決まりましたね、相手はですね愛媛西高校ですね、シンプルな名前じゃないですか、この愛媛西高校は準決勝の舞台で、松前東高校を9対7打ち合いを制して勝った、まあ、点差見る限りやっぱ得点取れるチームとの戦いに最後なって、まあそのチームを破ればですね初めての甲子園出場ですよ、もうここまで来たらあと戻ることもできないし先に進み続けることでしょう、ここで負けたら俺もう意味ないよ、1回戦目と同じ負けた気分になるよ、うん、ここまで来たことが OK じゃないんです、ここまで来たらもう甲子園に行かないとダメなんです、これはもう決定的なんです、強制なんです、ここで逃して帰ったらお前ねピーマン高校のその他の
学生たちにボッコボコに叩かれるよ。え、何してんねんお前ボケゴラ、おいカスゴラ、おい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 、ひたすら言われ続けると思うので、今回の動画はですねこれにて終わりにして、次回ピーマン高校初の決勝戦の舞台の試合をですねプレイしていきたいと思います。未だかつてない激しい戦いになるか、それともあっさりと勝負がつくか、もうほんといろんな道に転がる可能性があると思います。どういう戦いになるかは次回の動画お楽しみに。まあすんごいことになるからさ。ここまで見てくださった皆さんありがとう。グググググバイ、また会おう。